今日はみたらし団子の作り方を見ていきましょう。みたらしの生地を蒸しているところです。動画にはありませんが、みたらしの生地をきねでついて、その後この団子を丸める機械に入れます。なんか変な形ですね。これは何だと思いますか？そうです、お団子に刺している串ですね。串を一本ずつ拾ってお団子に刺していく、そういう機械になります。この部分で刺しています。お団子が丸まって串に刺さり、機械から出てきます。こうやってリズムよく出てくるので、落とさないように手で拾って並べていきます。しばらくご覧ください。機械を真横から見ています。こうやって丸いお団子が次々と作られていきます。不思議ですね。はい、たくさん出来上がりました。この串についてる余分な団子は一つ一つ手で取り除いていきます。はい、みたらし団子を焼いていきます。やっぱり少し焦げ目がある方が香ばしくて美味しいです。はい、みたらし団子をタレにつけていきます。やっぱね、このタレが一番美味しいですね。